どうも、ガードマンです。どうも、エモエです。ちょっと急遽動画撮って、はい、これ今日あげようかなと思ってるんですけど、はい。知ってます？知ってます。何やと思います？金の盾の剣じゃないですか？そうですね。なんと、金の盾がメルカリに出版されました。うん、希少すぎるでしょ。ありがとうございます。ほんまファンです、ほんまありがとうございますって言ってメルカリ出すからね。めっちゃキモいっすね。めっちゃキモいよね、賞味。しかもこれ値段が999,999円なんですよ。はいはいはい。まあ多分売るつもりなかったんかもわからへん。これ冗談でやったんかもしれんけど、売ることが間違ってるわ、まず。うん、うん、もう出品すること自体がキモい。間違いない。まあもうキモすぎる。多分 YouTube でそうバズりたかったんかわかんないけど、もうそれはもう間違ってるよねっていう。うんうん、その俺らが、なんで、その、プレゼントに出したかっつったら、まあ、あげたもんあげたもんで、もう、相手のものなんやけど、最初にまず、売らんといてっていう話はなってたし、うん、まあね、まあ、売ってくれても賞味いいんやけど、うん、まあ、使い方はまあ、自分次第から、もらった本人なんやけど、その、応援してくれたみんなとか、欲しいって言って、まあ、プレミア会員でずっと応援してくれたみんなにも失礼やよな、っていう。それが一番でかいよね。他欲しいと、もっと俺なんか、なんかもう、転売みたいな。うん、もう、それなんか、ないで、マジで。そう、ボケ狙いなんか分からんけど、めっちゃおもんない。じゃあそういう服とかプレステ5とかやったやつおるやん。うんうんうん、しょうもない死に方するんでしょうね。もうマジで。いやもうほんまそうやと思うよ。そう、転売はなんなんあれ。俺もあれあかんじゃん、法律的に。転売は正直あんまよろしくない。店的にはあんまよくない。ねえ、お兄さんにも注意しといてください。なんで、なんつったらええんやろな。してない、お兄さん。俺のお兄さんはやってないよ。はい、怖いよ。でしょうね。でしょうって言わんといて。まあ、まあ、なんつったんやろな。まあね、まあ9999万円で売ってたんすよ。はいはいはい。まあ俺が、まあ、連絡したんすよね。おい、おい、っつって。そいつにね。はい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 。ちょっとまあそれ見せるっすわ。あ、まず一番最初の流れ的に、まず送ったんすよ。はい。うな、まあ住所が来て、うん、でも、ちょっと送るまで俺は時間かかってたやんか。もうそこでもう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。まあ、10件せかしの連絡が来てました。当選者のその時は。ああ、まあ、ちょ、待ってやって言ってんやけど、いや、まだですかみたいな。まあ、もう相当欲しかったやろな。わかるよ。だから、それはまあいいんやけど、うん、まあ、その間に、僕、ガードマンさんが坊主にした時、僕も坊主にしたぐらい、ガードマンさんが大好きです。大好きです。はい。ガードマンに会えて心から幸せです。まあ、会ってないんですけどね。はいはい。もしよかったらでいいので、コラボしていただけませんか。コラボ？そうだ、まあ連絡が来て。はいはい。まあコラボは無理やなって返してるんですけど。はいはいはい、はい。まあ結構ちょっと、あれって、ちょっと、あれとはなってん、俺。その DM 来た時に。あ、これちょっと、やばいんちゃうかとは思って。その時点で。コラボするってどういうこと？みたいな。まあ今後もチャンスをつかみたかったんか、やからしゃあないんやと思うけど、まあ、するわけないやんか。はいはいはい。まあ俺は感謝してんで、ずっと応援してくれて、プレミア会員で見てくれてたから。ただまあその俺らがまあお返しした以上に、うん、その欲しがってきたから、最初ちゃうかなとは思ったんですよ。出品されたん俺見て、売るなよって連絡したんですよ。なるほど、はいはいはい。売ります、買ってくださいよって連絡返ってきたんですよ。やめていいやん、売ります、買ってくださいよ。はい。え、ガチで来てるよ。ガチで来てです。しかもそのわらとかなしで、なんかもう、もうなんかもう、はい、売ります、買ってください。舐めてんやん。もうな、舐めてんなと思って。うんうん。もう、あ、しょうもなこいつと思って、マジで。うんうん。もう夜中やけど、もうツイートして、もう、やばって、うん。見ました、それで。聞いた、初めて見た。え、なんかさ、おもろい、おもろない、腹立つ、ムカつくとかじゃなくて、うん。引いたよな。うん、なんか。もう引きがかったよな。なんか笑、もうなんかもう、何も無理やったな。うん。電話で話したやつっすよ。そうそうそう。な、俺らが。ありがとうございます。あんなに喜んでて。はい。これっすよ。ほんで、まあ、売るなら返してもらっていい、ほんまに欲しがってる人がおるから。うん。で、まあ、返したら、売りませんよ。って来てん。うん。で、売りませんよ来る前に俺はツイートしてん。はい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 。ほんならもうみんな特定班とかもう一瞬で特定して、もうブワーって。なるほどなるほど。で、まあ、そいつに売るなよとか連絡送ったから、売りませんよって来たよ、その後。ああ、それの反応があってからね。で、申し訳ないです。売るつもり全くない企画として、皆様、
そしてガードマンさんに不快な思いをさせてしまい本当にごめんなさい、はい、金の盾を動画でやるとき毎回後ろに飾りながらやるつもりです。本当にごめんなさい、もう申し訳ございませんでした。できてん。でその後俺電話で喋ったんですよ。はい、あビデオちゃ、あ、なるほどね、はい、売るなよと。はいはいはい。で、まあ、この子が、まあ、ほんますいませんでしたって、まあ、謝ってきてん。でもね。だから、俺もツイート消したんですよ。ああ、そこで。消したですね、あれは。もう、はい、もう、あ、もう謝ってきたからもうええわ、って消したんですよ。うん。で、その後に、着払いでいいから送り返してもらっていい？最初に売らんって約束したよね。それ、やのになんで出品したんって送ったんですよ。うん。売りたくはなく、YouTuber らしいことがしたくて、せっかく当選者なので、何か企画でどうしても使いたくて生半可な気持ちでやってしまいました。ごめんなさいって聞いたんですよ。まあ船結局まあここで二度と出品しないでね、約束してくれますが、はい、申し訳ございませんでした。はいはい。で、ツイートは全部消しました。ほんまに大事にしてくれると思って送ってるんで大切にしてください。間違いないです。はい。ありがとうございます。本当にごめんなさいって言ったら300円で出品されてソルトアウトになったんですよ。え、ガチこれ、この後だ。ガチだこの流れは。いや、まあまあ、聞いてください。一回ちょ、聞くわ、ちょっと待って。これは売ってないの、ソールアウトなってるけど、送ったんですよ。うん。それは僕たちはないです。ってやってたんで、はい。まあ、これは嘘なんですよ。あ、え、嘘？これは、この子らじゃなくて、その画像を保存したやつが、その300円で出品したみたいな。あ、画像が出回ってるから、もう。そうなんですよ。あ、なるほど、ね。それでやったんかなと思うんですけど、はい。まあ、この子たちではなかったんで、なるほど、違う人がスクショでやったんで、それは動画で言うわ、あ、誤解を招くから、本当にごめんなさい、ありがとうございます。で、終わったんですよ。はい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 。なんで、まあ、その、多分ね、俺らのファンとかリスナーも、300円で売られたと思ってんすよ。その人が最終売ってまんまやと思ってると、はいはい。連絡めっちゃ来たんで。はいはいはい。300円で売るとか最低とか、思いっきり来てたんで。まあ、一応それは違うでっていうのと、まあもう許しましたよっていうのだけはまあちょっと言っとかないと、まだ攻撃する人がおるかもしれんから、もうそれもう無視していて。うん。もうそういうやつやったっていう、もう無視でいいよ。もういちいちもうバーンってコメントしに行ったりとかする方が、もう、時間の無駄やから。間違いない、間違いない。っていう、うん。まあただもうこの子はもう大切にするって約束してくれたんで、まあこれでいいんですけど、まあただクソしょうもない。もう最初の行動がね、クソしょうもない。それせえへんかったら普通にもらってよかった動画だけやのに、もうクソしょうもない。うん。しかもね、そこから撮ってる YouTube とかあるんですよ。あ、 YouTube で企画でって言ってたもんね、はい、もうめっちゃくちゃ面白くないんですよ。びっくりじゃん、動画自体が。アリが土掘ってるぐらい面白くない？アリが土掘ってる映画2時間ぐらい面白くない？それはちょっと痛い。引くやろ。引くな。それで一緒、ほんまに。あ、でもまあやってることはそうやもんな、はい、実際ほんまに。じゃあこのもらったやつの隣のやつが一番おもろい。二人なんだね。二人グループで。もうなんかほんま、嬉しすぎてなんか絡まったやろうな、ほんまに。で、なんかまあその子らが言うには、まあその視聴者に売ってほしいという意見があったので、うんうん、売りますみたいな企画にしてるんですけど、まあ視聴者おらんすよ、まず。視聴者おらんのに、なんか視聴者の声がそれが一番大きかったんで、とか。もう20万人の口調やったね。口調は。その声が3つ声上がったんですけど、みたいな。売ってほしいって声が一番多かったんで、みたいな。で、まあ、その、売るって言ったら、まあ、新しい人に、この金の盾を、受け継げれるっていうのと、その、売れた商品で、はいはいはい、その、はい、なんつったんや、俺ら企画も取れるし、みたいな。なんか俺らよりもっともらうべき人がおるかも、おると思う、みたいな、なんか、与えてる側の人になってた。そいつらのものを、自分たちで100万人いったみたいな。与えてる人の言葉になってた。で、まあ、その YouTuber 消したんですけど、はい、まあ、もう消してくれてよかったな、って。当然。はい、まあ、もう、そうね、みんなにね、不快な気持ちさせてね、まあ、抽選させてしまった、まあ、MI 君も悪いんで、その、ほんまに、すいませんでした、それは。俺、あ、秒数言ったんで、ルーレットと。バーってやって、ストップいくよ。はい。で、何秒が好き ?1 から10で何秒が好き僕は8秒。8秒。
なんで、まあ、いや、それは別に、まあまあ、そうやな、はい、ほんまに僕が与えたかもしれない、はい、すみませんもう、そう、不快な気持ち、思う人でした、すみません、あんまガチガチすんの、お前ガンガンやさわんない。ということで、ほんまに皆さんに不快な気持ちちょっとさせて申し訳ないなっていうのと、ね、この胸クソ悪い事件がありましたっていう報告と、はいはいはい、あのメルカリで300円で売られたのはあれ偽物なんで、あの実際は売ってないって言ってるんで、はいはいはい、そこ誤解しないでくださいっていう報告と、あのエマイクのお兄ちゃんが転売屋なんでやねん。